はい皆さんこんこばんは高幸です、えー、今日ですね私の自宅の方に、えー、また怪しい荷物が到着しましたで中身が何かわからないので、まあ、この動画を撮りながらあ皆さんに立ち会っていただきたいと思っております、えー、私旭川いじめ事件を取り扱い始めて以降個人情報が 晒され、えー、本名、住所、電話番号そして自宅の外観写真そして自宅の洗濯物おそして、えー、職場の写真職場の住所すべてさら、えー、されましたツイッター上でね、えー、でその後をですね、えー、いろんな脅迫文殺害予告など多数の妨害攻撃を 受け続け続ておりますそんな中、えー、今日届いた荷物は何なんでしょうかこちらですねえー、まあうまくご,ごまかすためか U パックの箱に入ってきておりますでどこから来たかというと引き受け局が釧路東郵便局ということなんでなんと北海道なんですね 何が送られてきてきいるんでしょうかちょっと音だけ確認しましょうしっかり梱包されていてわかりませんそしてもう一つ、えー、このように、えー、手紙も一緒に同じ日に別のこっちは普通郵便で届きました これなんですけどこれも化身がクシなんです一体誰が送ってきているのでしょうか一応名前が書いてあるんですけどこれまあ、名前誰だかわからないのでまあ一応見せるのをやめておこうかと思いますじゃあまずこの大きな箱の方から開封していきたいと思います 壊れ物瓶って書いてあるんだよね怪しいなじゃあねちょっとカッターで開けていきますよそーっとね、えー、中のものを刺激しないようにねまあ生きたヘビを送るぞなんて言ったやつがいましたけど さすがに生きたものは送ってこないでしょうはい、えー、皆様には証人になっていただきますちょっとねこれ危険物とか YouTube に映せないような、まあ、生身の人間の何かだったりしたら この YouTube ドラは公開されていませんので、今この動画をご覧になっていただいているっていうことは、まあそこまでのものではないということになるかと思います。いきます。五四三二一。ああああまだまだねまだね。五四三二。ああまだわ、ね <laughs> ま、からない。まだわからない。 3、2、1、ゴーあれまだわからないぞなんだこれかなりしっかり梱包されてるぞなんだなんだこれなにこれな、な、ええなんか動いてるよ ラーかあお酒ですあ誰や誰や誰や日本酒送ってきてくれたのいお,おすごいこれ釧路釧路のお酒みたいですねえー、すっごい日本酒なんていうんでしょう「福津かさ」 っていうのかなすっごい誰誰誰誰しかもかわいいかわいいマッフルかわいいねこのマフロークティッフル送ってきおすごいすごいねいやなんかすっごい嬉しいえーとあとはなんだろう誰だろうおーなんだろう これ北海道の名物かなえっ、ー、とバターバターケーキうまそうだねこれなんかい,いっぱいいっぱい来てるけどええだねこれこれこれも北海道名物ですかおー二人でもかこれあこれ帯広だねあこれ六花亭のやつみたいこれも六花亭かな あこれも六家庭。もしかしてこれも六家庭かな。あこれも六家庭。あこれ全部私食べたことないかもしれない。へえ。ー。うわ、これなんだろう。ありがたいね、これ。夕日って何だろう、これ。私、これ。ちょっと見,見たことないやつだな。見たことないやつ。ちょっと開けてみよう。賞味期限が。 あ、賞味期限1月2日までだからちょっと早めだからねちょっと開けさせてもらおううんいやーびっくりしたなんか疑ってしまってすいませんでしたあのせっかくのねえプレゼントをねあの疑ってしまって本当にすいませんでしたいやいやちょっといま未だに誰だか分かりませんがいま <laughs> だに誰だか分かりませんが まさかちょっと油断させてこれが危ないものっていうことはないよねないよね大丈夫だよねああちゃんとお菓子にしてー <laughs> ちゃんとお菓子あ夕日おおそうですねどれどどれから頂こうかなあ これちょっと、これ賞味期限が近いので六家庭のねこのお菓子頂い,いていきましょうかえー、六家庭のね俺あのバターサンド大好きなんだよねうんえー、こういうこういうやつこういうやつああんかうまそうじゃないこれいただきます あう,まうんうんうんこれあんかと思ったらチョコチョコっぽいねうんなんかカステラのしっかり詰まったこのパウンドケーキみたいなやつうんうん あこれ、これ初めて食べたけど、うまい。私、パサパサしたお菓子とかあんまり、あんまりなんですけど、これはね、しっとりしてるから、めっちゃうまいわ、これ。うん。でなんで何これ ?CD。なんだろう、う仲間がいるよ。うん。 不思議をしぶの歌のプ,ラプロジェクト。うん。なんか、こういう、こういう企画とか作られていらっしゃる方なのかな。うん。ちょっとね、今 CD がないので流せないんですけど、ゆっくり聴かせていただきたいと思います。うん。このように、あ、なんか、 うん。ということは名前も何も書いてないけど、うん、あのお子様にね真剣に向き,向き合われて教育関係の方なのかもしれないですね。うん、<え>ということはこの封筒について 封筒を送ってきてくれたのがその方なのかもしれないですねちょっと封筒の方を開けてみましょうなんだろうちょっと見せちゃっていいものなのかどうなのかがわからないのでちょっと先に見ますねあと名前は 名前はちょっと下に書いてあるのでちょっと名前だけ隠します。はい。でこのような文章を書いてきてくれました。あで、名前見ると <laughs>、こんちゃんみみさんですね <laughs>。あの、私のリスナーさんで長いことを見ていただいてる方、こんちゃんみみさんね、いつもコメント欄であの書いていただいたりしてるんで、ご存知の方も多いかと思うんですが、 こんちゃんみみさんに、ね、ほんとこんなにねあの美味しいものとかね私の好きなものを送っていただいて本当にありがとうございますこんなねあのマフラーまで頂い,いちゃって本当にありがとうございます感謝はいじゃあねちょっとよ読んでいきましょうかうん「孝之さんへこの CD は全盲の方が自ら作詞して歌を うん、歌っているのです。ぜひ聴いてください。旭川の件でこれは私自身が、うん、言うことですがかな。確かに加害者にも未来はあります。しかし爽彩さんにも未来はあります。才能のある彼女。そして一番の加害者は 良いことを良い悪いことは悪いと言えなくなった社会にした私たち大人にも責任がありますそして自分の子供と親がきちんと話をすること,ることさえもなくなってきたのかと思います今日ヤクルトの村上選手 ホームラン打つってすごいねとかジャニーズのじゃあジャニーズの軒坂いいねとか単純なお話でも良いので親も自分の子供とお話をする時間をとってお話ししてほしいものですと。すなるほど深い深いですねこの方。 こんちゃんみみさんがおっしゃれてるのは「うんまあ、加害者にも未来はあります」しかしあやさんにも未来はあるただ、うん、一番の加害者は良いことを良い悪いことは悪いと言えなくなった社会にした私たち大人に責任があるということをねおっしゃれておりますねなんとこう心の広い 方方なんでしょうかこの方は、うん、私たち大人にも責任があるということでおっしゃっておりますね。この考え方はね私にはできていなかったのでちょっとね反省しております今ね。はあ、素あらしいお考えそうですね、うん、今のこの世の中まあ子供もとね、うん、大人が。 しっかりとコミュニケーションが取れておらず昔と違ってね、まあ、近所の子供もね注意できないようなあ世の中ねっ、えーまあ、子供自分家の子供にね、えー、そう外で話しかけられたら相手にしてはいけませんとかついていってはいけませんとか。 お菓子をもらっちゃいけませんって、まあそれだけ危険な世の中になっているのかもしれないんですけども、まあそんな人とのコミュニケーションはね、なかなか取れないような世の中にしてしまった我々が悪いというようなね、えこともあるのかと思います。えこんちゃみさん、本当に素敵なお手紙、ありがとうございました。ちょっとこちら大事にさせていただきます。 はいということで、えー、本日は、えー、日本酒もね頂、えー、い,いちゃったんでいや冬場はねあの熱燗にして、えー、飲むのがねいいかもしんないですね後でいただきたいと思います本当にこんにちゃみみさんありがとうございましたなんかねあのー、せっかくのギフトだったのにあのー、加害者からかなんていうね思わせるようなね回復の仕方で本当に申し訳ございませんでした、えー では、ね、また今後とも、あのー、ライブ等に遊びに来ていただいてね、えー、仲良くしていただけたらと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあね。 あああったまる。